なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それで、あいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです。義乳特選隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ？孫、ピッコロか？すぐに来てくれ。敵？どこだ？かすかな木の実だね。あっちだ。術を掴んだみてえだな。くそ、効
球拳ワンワンツーアタックシュートドドッパーカッツカッツチャッハイエプラトリアエプラトリア信号がワンツーディアは必要ない。波動のこともリンクのことも今は分かった。え、まだ何にも言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入ってる時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした。どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンクとにかく事情は分かった。そう、いや、孫にリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。
18号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。クリリン、ほらん中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな、きっと大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。だが、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのよ。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな。